こんにちは、粟田洋介です。美術の高等教育を受けた方もいれば独学の方もいらっしゃると思います。私は大学でファインアートとイラストレーションを専攻しましたが、それはずーっと昔のこと。私は自分自身を独学のアーティストだと思っています。まあ学校で学ぶっていうことも素晴らしいんですが、今日は独学がどれだけ魅力的かというお話と、いつものようにキャンバスに私の独学の作風で絵を描いていこうと思います。私はこういうガラスのパレットを使ってるんですが、大学で絵の具と一緒にこのパレットを買ったので、その時ガラスのパレットを使っていて、使い勝手がいいので未だにガラスのパレットを使っています。あと霧吹きを使っているのも学校で覚えたことです。パレットを掃除するときに水をかけるとアクリル絵の具がこうやって剥がれやすくなるんですが、これはたまたま自分で発見した方法です。学校で教わったものではありません。絵の具にこうやって水をかけてパレットナイフでこうやって混ぜていくのも学校で教わった方法です。でもここから先は独学の方法です。白をちょっと混ぜるとムラなく塗りやすくなるので、私は白をこうやって混ぜるんですが、これは私自身の方法です。なんでいちいち学校で習ったことを習わなかったことを言ったかというと、たまに美大へ行ったっていうことを魔法か何かと勘違いしてるんじゃないかなと思うような発言をする方がいらっしゃるので、今そういう説明をしました。正直言って今みたいな基本的なことをちょっと学校でやるけど、あんまり細かくは教えてくれません。学校によってとか先生によっても違うのかもしれないので、何とも言えませんけどね。こういう風に周りを塗っておくと額がなくても飾ることができるというのは学校の先生に教わったことです。でもそれは授業の一環として教えてくれたことじゃないんじゃないかと思います。今日はちょっと曇ってるんだけど、適当な風があって空気もそんなに湿ってないので、ああやって外に置いとけば絵の具がすぐ乾くんじゃないかと思います。学校へ行くっていうのは学ぶ方法の一つに過ぎません。独学って言ってもいろいろな方法で学ぶことができるし、私の知り合いや友達に独学のアーティストもたくさんいますが、その人たちは私が学校で教わらなかったこともたくさん知ってたりします。確かに学校で学ぶこともたくさんありますが、学校で学ばないこともたくさんあります。そして学校で習うことを知らなくたって素晴らしいアーティストはたくさんいます。そして絵を描くんでも立体を作るんでもそうですけど、何かを想像して作るっていうのは習ってなんとかっていうよりも個人個人の発見で想像して作っていくっていう要素が大きいです。なので学校へ行っても行かなくても独創的にアート作品を作るっていうのはみんなある意味独学なんじゃないかと思います。喋ってるうちにキャンバスが触ってもいいぐらいに乾いています。美術の高等教育を受けてない人たちのアート、アウトサイダーアート、アートブルット、そういったものをご存知の方も多いのではないでしょうか。まあそれらは作風じゃないので、いろんな作風、いろんな作品がありますが、素晴らしい作品もたくさんあって、私もそれらの中から影響を受けた作品も結構あります。他にも美術の教育を受けてない人たちのアート、フォークアート、ナイーブアート、
他には私は知らないんですけど、結構そういったものがあるようです。それらのアートの魅力は何と言ってもすごく自由ですごく純粋だっていうことだと思います。独学で絵を描くっていうのはその自由で純粋っていうのを作りやすい手段なんじゃないかと思います。でも高等教育を受けていても受けてなくても自由で純粋にアート作りを楽しんだっていいんじゃないかと思います。かなり昔ある人に学校はどこ行ったんだって聞かれたので、ミネソタの学校へ行ったって言ったら、この作風はそこで教わったものなんだとその人は言いました。めんどくさいので何も言いませんでしたが、作風とかっていうのは自分で考えるもので、そういうのは学校で教わるものではありません。それからある時期私はハイアート、サイケデリックアート、そういったものに影響を受けてた時があって、それは本屋さんで買った本に影響されたものでした。で、ある絵を描いてるっていう方にどんな絵を描いてるかって聞かれたから、その頃影響を受けてたものの話をしようと思って、ハイアートって知ってますかって聞いたら、なんだそれはって聞くんでもなく、私は大学行ってないんだよみたいなこと言われて、めんどくさいので私もそれは大学で得た知識ではありませんとかそういうことは全然言いませんでしたけど、学校へ行けば何でも教えてもらえると思ってる人が結構いるのかなと思いました。あと絵を描く方と話をしてた時に、私が大学で美術を専攻してたってことを知って、ベリアへ行ってたからこういう発想が出てくるんですねみたいなことを言われたんですけど、学校へ行かなきゃそれが得られないわけじゃないし、そもそも私の作風っていうのは教育を受けてないアウトサイダーアーティストとかそういうのから得た影響っていうのも大きいので、学校へ行ってたからとかっていうのも変だと思います。まあ学校へ行くとたくさんのことを学ぶかもしれませんが、独学でそれ以上の知識を持っている人もたくさんいらっしゃると思います。学校行ってる時はたくさんたくさん絵を描いたり彫刻を作ったりなんか考えて作ったり、とにかくいっぱい作品を作ったんですけど、学校っていうのは4年間、私は4年半学校へ行きましたが、その後に作ったりとか描いた作品の数の方が全然多いです。だから何が言いたいかっていうと、学校へ行くっていうのは何かの魔法ではなくて学ぶ場所の一つに過ぎないということです。こんな作品が完成しました。タイトルは 3D 映画です。最近 3D の映画も減っちゃったのか、あんまり見なくなりましたね。この猫もびっくりしてた方が面白いかな。ちょっと直します。ちょっとこの猫にもびっくりしてもらいました。なんか学校で教わったことで絵のなんか統一性とか塗り方の統一とか、私は結構こういうのがバラバラでおかしいってよく言われてたんですけど、私はそうしたいからそうしていて、そのバラバラのやり方を変えたくないから、全部統一させるんじゃなくて、統一させないでどうしたら良くなるかなっていうのを独学っていうか自分の頭で考えながらずっと描いてるんですけど、でもそういうのは気にする人が気にするんであって、なんか私は自由さが出てそれもいいんじゃないかと思っています。ちゃんとそういうの統一したりとか、そういう作品もいいと思うんですけど、そういうことを一切無視した作品の魅力もあると私は思っているので、今後も自由に独学で絵を描いていこうと思います。ということで今回の動画は以上です。このチャンネルではアート作りの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思い作品を作っております。
よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またこの動画が良かったと思った方はいいねやコメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。